始まりました、はい、ふわっと金様でございます、はい、今回はいやあれ金様こと安田金次ですはいらないですか。あどうぞ言ってください。あなたが言ってきなさいってなんかねなんか流れがねまだねちょっとつかめてないところがね。いいんですけど、はい、言ってください。あれでしょ YouTube がね始まったからね番組 YouTube が始まったから、はい、あの金様こと安田金次ですって、はい、あなたが言わんかったらあなたの金様ってわからないっていう。なるほど。あなたが言うたから言おうとしてるのにもう僕もやめるならやめてよ。いや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 やっぱり流れをね、はい、もう一回ちゃんとしましょうか。いやいやいやいいさあふわっと金様始まりました、はい、金様こと安田金次です。そうですよそうスッと言ってくれたらいいんですよ。いやいやいやさっきのもう一回見て僕スッと言うてなかったスッとは言うてなかったスッと入らないから私の方からいやもうそうもうそんなことどうでもいいつい間を埋めようとしてしまったというわけでさあ今回は、はい、今回はどこかと申しますとこれでももうパッと見てどこか分かる人ってもういやいないでしょ、ね、前まではだってここはもうめちゃめちゃ来てるとこなんです。どこやねんって前まではちょっとあの あの場所っていうことはあそこに行くんやだって、うん、もう勘のいい人も分かったけどここはもう変わってますよ、松原市にあります、はい、泉食品さんに今回は来ております。そうなんですよ、はい、泉食品さんに来た時はいつもオープニングをあの車の中でね、うん、空き地のところでこうやって座って、うん、この角で撮ってたまさにこの感じで撮ったけど、はい、その場所になんと何ですかこれは倉庫があら泉食品さんの倉庫が建ちましてこれ出来たて今まだほとんど入ってるもん、ね、もう商品もまだここにいろんな商品とかが と並ぶことになるんで保管されていく場所になるんやでここに来たということは、はい、おどういうことかと言いますとどういうことなんでしょうか。これはひょっとしてひょっとするとえだってねあのみそっと金様ね、うん、ソースがあって、はい、それでこの間のねピリッと金様、はい、焼きそばソース、うん、第2弾があって、 あってこの流れで来ましたらさあ何でしょう第3弾ですかかもしれないし、はい、もうやめようってなるちょっと待ってくださいもうソースやめようかちょっと待ってくださいもう僕第3弾作る気満々でこっちとら来とるんです我々の立場としてはご協力いただくんですから、はい、まああるやろという態度では良くないですほんまやいつ終わっても時期的にはもうちょうどいいですよ3月でいつ終わっても甘んじてありがとうございましたと言える金様であってほしいわかりましたはいすごい急に緊張感が走るピリッとしましたあら、はい、では参りましょうかはい、はいさあ泉職人さんにやってまいりました、はい、南社長でございますよろしくお願いします、はい、お願いしますもう社長隣に倉庫があら見ました見ました見ましたいつもあのそう僕ら駐車場でオープニングそうそれがあれって角度同じとこ撮ったけどあそうなんですかもう別世界になってていやあれ連絡しようかないかんな思ってもう駐車場倉庫になってましたよっていうのいやいやいやありがとうございます立派なんかできていやもうあの金様のおかげであらもう去年から今年にかけてのプレゼント、うん、それこれやそれももう大好評でこれ今回も僕も、うん、あのいろんな僕っていうか僕に直接ね、うん、どんな感じやったって言ってくれる方のお話をすれば、はいはいはい、やっぱりこの大ピリッと金様焼きそばソースはやっぱり炒めた方がいいねって言われた炒めるとこのやっぱりパワーアップして、ね、その麺とかなんでやっぱり焼きそばソース歌ってたから前回の味噌とはもう何かけるぞってみんなに言われて今回焼きそばで歌ったからでも皆さんやっぱり焼きそば以外にも試したみたいであそうなんですかその他のにもかけてみようってかけたけどやっぱり今回は焼きそばが一番うまかったってなるほどそりゃ焼きそばまあそりゃそうやそりゃそうやそりゃそうやそりゃそういうてはそうやけどそういう時聞いた時僕いやそうですかって僕はそうかみんなの前で言うたら僕は当たり前のこと言うてるもん何の話やねんって違うでも僕はそうですよねって言うてんそうそうまああの夏ぐらいまではなんとかプレゼントねできると思いますんでありますか、はい、外れたからって諦めないでくださいこれいやねもう送り続けたら、はい、もう僕絶対いつか当たると思いますもんなんかものすごくこれプッシュされますけども、はい、1段目味噌と味噌と大味噌と大味噌とほんで、はい、2段目ピリッとピリッと焼きそばで終わりですよねそのその顔や答えは何社長ですよね混んで終わり社長が終わり言うと思ったらもうゲームセットになってしまいますよこれは社長え社長
今日こうやってね社長ちょっとご興味いろいろ、ね、はい、用意してもらっていろんなね泉食品さんにはいろんなほらソース、ひょっとすると、はい、第3弾ですか。察しがいい察しがいい社長ここまだまだやらしますか。やりたいね。でももう皆さん期待されてますよ、うん、第3弾せーのってしたいですよね。したいしたい、したい、やっぱり、ね、まあ、確かにやっぱりそらしたいかしたくないか聞かれたらしたい言うでしょ。そうだ、今もう社長あんなしたい言えるんや、僕嬉しいわ僕心からの声聞きましたか。したい言うと思ったわ、うん、そのあのあれですか、お味噌とだから社長分かった、いい案が浮かんだらやりましょう、考えましょう、ね、いい案浮かんだらやりましょう、ね、みんなで考えましょう、ね、第3弾、うん、だから社長どれ行こうかっていうことですよ。え、もう決まったんですか。いやいやいや決まってないの。あ、そうなんですか。決まってないよ。いやまあまあそういうことであろうと思いながら、いやいや、ここは第3弾の想像ですよ。やるとすればですよ。何がやるとすればどういうソースを作ろうか。いや私作りたくない。なんでそうじゃほな終わり、終わり言うたんやそう言うたら終わってまう、終わったらあかんやん。だから僕の先のしたいの声忘れましたから、言ってください、応援だ、応援だ、来た応援だ、うん、安田金次さんの応援だ、ありがとうございます。いやいやでも作ります。いやいやいや社長いやいや作ってた。いやいや喜んで喜んで、はい、どういう、そうですね、だから第1弾がまあ、万能ソースを作ったんですね。おお、味噌とき、味噌味の万能ソースを作って、はい、やっぱり何かけていいのって言われたから、うん、第2弾は焼きそばに特化した、大ピリッと金玉焼きそばソースができた、うん、ここまでが流れですよ。3弾もやっぱり目的はしっかりしてる方がいいんかどうか、やっぱりね、はい、鉄板シリーズ、鉄板シリーズと言いますと、うちは言ってもお好みたこ焼き、そう、うん、そりゃそうですよね。まあまあちょっと見ていきましょうか、商品をね、はい、じゃあだからオーソドックスで言いますとやっぱこのたこ焼きあって、これ皆さん知ってますか、はい、これ僕言わせてください、うん、もうたこ焼きずっと一押しのこれこのね柚子ソースってあの皆さんこれご存知ですか。このねこの子のすごいことを僕言いますと、はい、柚子がねソースに負けてないわけですよ。ソースでこんだけ柚子主張できます。僕これ食べた時感動したけどね、うん、これでも名前にもでもタコポンってついてるんですよね、はい、だからたこ焼き、ほんまや、ね、タコポンって書いてる、どういう意味。本当はあのたこ焼きポン酢っていう形で作りたかったんやけども、作りたかった、違うん、作りたかって商標を取ったんですけども、はい、だからタコポンは取ってるんですけども、うん、ポン酢じゃやっぱりねたこ焼きの上に乗らないとか、はいはい、だから濃度をつけようとなると酢っていうポン酢というあの流れるイメージを払拭したいんで、うん、ここで切れたんですよね。タコポン切れた、タコポン酢やったんやこれ、はい、だから社長が考え出そうとしてたのはたこ焼きソースにこの、はい、ポン酢を、はいはい、そうです、足して作ろうと思ってたけど、そうです、やっぱりこのそれで考えついたが柚子のソースやったんや、そういうことです。だからこういうことで公式で言うたらこう並べてもよく分かんないけど、だからこれと足そうとしてこう、ね、だからそういうことです。だからこの塩だれとポン酢を足してみるとか、うん、そういうパターンもできるっていうことでしょ、うん、風味をつけるっていうのはだからだし醤油とかもあるんですよ。そうなんです、そうなんです、美味しいんですよ、だし醤油万能です。私だんだん声のトーン下がってきたりとか、いやそれはなんでなんですか、なぜですか。いやいや無茶振りするな、いやこんな混ぜて、いやいや、まあ、混ぜてイメージですよ、イメージですから、イメージはいいです。皆さんこれ知ってます、このタレめちゃめちゃうまいです。じゃ開けた時にほのかなニンニクの香りがしてでしょ、これ僕ねこんな王道の焼肉のタレに出会ったことないんじゃないかっていうぐらい、うん、もう超王道、焼肉のタレ作るのもありですよね。手間かかりそうですけどね、焼肉のタレって私だんだんトーン下がると思う。でもだから僕社長に言いたいのは焼肉のタレもし作るとしたら、はい、やっぱり一番最初に味噌と金様って味噌を使ったから、うん、焼肉のタレってやっぱりこの醤油ベースの次は味噌行きたがりところやけど、うんうん、やっぱり味噌使ってる、うん、でも焼き肉のタレでピリッと辛いの行きたいって言ったら、うんうん、ピリッと金様で使ってるんで、やっぱり
味噌とピリッとは封印したいんで、甘い焼肉のタレってどうなんですか。もっとやで、もっと強化するっていうのは、多分子供さんは大好きな味になると思います。大人の方はやっぱりビールとか飲まれるとちょっと辛みが欲しいって言われるんで、あとまあ一味なりこちらに入れてしてもらったらいいんですけども、それ入ってしまう焼き肉タレって子供さん食べないですよね。うちも孫はこれまだ、これでもちょっとまだちょっとなんか甘いって言われるとね、あの砂糖を入れて甘くするみたいで思われるけども、これやる手で言うてますね。いやいやいや、聞くだけですよ、聞くだけですよ。今しまったね、こんなこんな分かりやすいしまった演技初めて見ました。これは今はめた、いやはめてない、聞いたね。砂糖だけじゃなくて、あのもう果物いっぱい入れようかなと思います。果物入れて甘くなりますか。限界上がりますけどね。限界上がりますか。それはでもそうやな、当たり前に考えたら、うん、そらでもね、大人好みのソースとかね、この調香とかさ、はい、やっぱり結構ありましたけど、はい、ちょっと子供たちに、うん、なんならもう大人たちはこれもうそうかの食べなさいよ、これ食べなさいよと、うん、子供たち、僕らはこれ食べる、お父さんとお母さんはあの王道のいつものタレ、はいはい、僕らは金ちゃんのタレがいいっていう。いや、それなら一肌脱いでもいいかな。いいですね、まあ、子供たち全然人気ないですからね。これあくまでも子供のためね、金様のためちゃうね。子供のためです。子供が、社長、子供が喜ぶタレにしましょう今回。で、ここ王大でしょ。王はつけ、もちろん王は金様も入れんね。王金様入れん、そう、聞いてください。よう考えたら泉食品のソースになってますやん、金様入れん。ああ、そう。それ入れてくださいよ、番組のソース。ちょっとだから子供たちに特化しましょうよ。今まで僕らはちょっと大人やから、うん、辛いのとか言ってついつい自分の好きなのに走りが、はい、いや、そう、いや、そら金ちゃんが決めるソースやから。あ、そうか、だから当たり前ない、当たり前ない。そうだよ、あれ自分で言うてて何よ。でも今回は、うん、社長、ここわかりました、やりましょう。子供たちの人気を掴んだ ら甘いっていう、いいらしいです。甘いやつね。あ、そう、甘いやつ。でも砂糖の甘さ、カロリーが高くないやつ、ね、そうで、あの砂糖の甘さは嫌です、うん、でなんかやっぱ健康になりたいです、私。だから、いや、私じゃなくて子供。そっかそっか、子供たちだからあれですよ、なんかやっぱり、そうか、自分になってもらう。でもこう、どうしても焼肉って食べ過ぎるとなんか、あ、ちょっと太ってもらうとか、うん、なんかいろいろ考えてもらうけど、いや大丈夫、ここにはなんかリンゴがたっぷり入ってるからヘルシーなんだよ、うん、みたいな、このなんかこう救ってくれるやつが欲しいです。そうですね、はい、考えましょう。これはちょっと砂糖の糖度じゃなくて他のもので糖度上げると。僕リンゴがいいです。ちょっとでもまずちょっと今からなんか無理ですか、焼肉ちょっと リンゴのちょっとタレ、あ、ちょっとね、どんな、はいはいはい、じゃあ今一応今の時点で仮ですが、決まったこととしてソースは焼肉のタレを第3弾として開発、今からやっていこうということでよろしいですかね。子供たちに特化され、味はリンゴ増量の甘い、甘い、砂糖の甘みちゃいますよ、リンゴの甘みでいきますから、に塩、前回の反対でいきますね。そうですよね、ピリッとと真逆ですよ、ね、じゃあちょっとお肉をご用意して。お肉食べるんですか今。ちょっとどんな感じ、はい、になるかだけ。それこんなに言うて甘んだってなったらやめるんかな。じゃあやってみましょう、はい、すごいな。これはもうソースタレ作りには関係ないですからね、焼き肉焼いてるだけなんですもんね、はい、もっといきましょうか。はい、はい、いいですね、はい、どんどんいきましょう。あ、どんどんいきます。あ、もう全部やってみましょう、はい、全然、ね、温度下がりませんので。だからあれですよ、鉄板で思い出したけど、あの、はいはい、木村さんでまだこの、あ、そうなんです。そう、あのお好み店があるんです、あの新木村さんの新鵜飼店行ってもらいましたら、はい、おピリッと金様焼きそばソースを。そうなんです。だから、あ、唯一ですよ、うん、あのプレゼントで当たってなかったもこのソースを食べる方法はもう残されてんのは木村さんのとこ行くしかないんや。ないです。か、あのプレゼント当たるか。当たるか。まだ行けますか社長。あ、もうしばらく。でも早めに行きはった方が、ね、なくなり次第終了してしまうんで、はい、今の子まだ行けちゃうとなってますんで、皆さん、はい、ね、ちょっとこの、はい、おピリッと金様焼きそばソースどんな味か気になるよ、プレゼントなかなか当たらないよっていう方は木村さんで、ね、
食べることができますので、はい、ぜひ皆さん焼きそば、ね、食べに行ってください、はい、お願いしますっていうてる間に、はい、さあ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 焼いて、早速社長、はい、まずはもうノーマル、そうですね、うちの味をまず見ていただきたいなと。めちゃめちゃ美味しい、超おすすめです。開けた時のあの香りを、こらー、ね、いいですね、いいですね、あら、あ、ありがとうございます、すいません、私は、ね、はい、お酒みたいね、お酒みたいですね、とっくりに見えてくるんです、ほんまにまあ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 みたいな、すごいこの香りがいいんだ。さあお酒、うん、もうこれでいこう。やっぱりそうなりますよね。そういう歌はそうなんです、そういう歌はそうなんです、これでいこうってなるんですよ。僕もさ、もう食べる前から分かってるの、うん、ご飯、ご飯が欲しい、ご飯やね、おいしい。このノーマルの焼肉のタレの特徴でありますとか、うん、その辺はどちらになりますでしょうか、今改めて思ったんですけど、はい、やっぱりうちのまだ甘いですね、うん、ベースはやっぱり大人の方言うたら一味とか、うん、コチュジャンなんか入れはる方が、美味しいんかな、美味しいというかビール進んだりご飯進んだり、ちょっと大人たちはアレンジ加えてもいいけど、うん、でです、ここからや、ちょっとですね、市販の、はあ、リンゴをベースにした、今回急遽言うたからなんでペースト、市販のもので申し訳ないけど、ね、ちょっと見せてもらえますかね、はい、まあ、こういうちょっとした、だからもう巻いたリンゴのジャムみたいなね、そうですね、うんうん、まあ、これちょっとジャムっぽいのを急遽用意しましたので、またちょっと入れてください、はいはい、社長これはだから今からはどれぐらい入れるかっていう、いやもう適当、どれぐらい入れましょう、もう一つ、もう意外といく、あ、はい、はい、これ甘いよ、はい、あ、その程度、もう一回落ちろ、落ちろ、はい、よいしょ、でもまあ全部溶かさないで全部溶かこれでも社長これこう分かります、ほらタレに粘りが出た、こういうなんていう、こうしちゃって、あ、どう食べたい、どう、いや、あ、肉が欲しいです、あ、いや、肉すごい、これはもうドキドキしますね、社長が食べるのも見たい、甘いよ、結構入れましたよ、甘いソースとはいかがに、どんな感じでしょうか、うん、あら、ちょうど、もっといる、もっと、うん、私はこんなおらい、どうですか、悪くはないですか、うん、え、ちょっとおもろ、でもあの砂糖系があるか、はい、入ってますからね、入ってるから、これには入ってるから、はい、僕だからうちがやろうとしてるのは砂糖をじゃない、じゃなくてうちでもういつの日食品の口になってますけど、あ、だからいつの前かうちの、いやいやいや、そうだからこれは今急遽ね用意したから、うん、砂糖の甘みが強いかもしれないけど、だからインパクトは砂糖、はい、今甘いんですよ、めっちゃくちゃ甘いんですよ初め、うん、でもその甘みが一つ超えるとなんかふわーっと、うん、うん、ね、悪くないでしょ、最後悪くはない、中盤から後半、うん、安田金次さんのドラマみたいなもんでおっとここでそれがどこを出してんだろう、僕の人生のドラマ関数か、いやいやいやいろいろあるけど、あります、でもまあまあ甘いのいい、あの最初のインパクトバーンと甘いのはいらない、だからこれはこのジャムっていうかね、このペースト状のを使ったから今はそうなってるけど、リンゴを使えばそこは抑えて中盤から安田賢治が出てきたぞ、じゃあ社長いけますか、いけます、いけますか、これメジャー、これ僕甘いの焼肉のタレの甘いのってどうなんかなと思ったけど、うん、食べたらめっちゃ美味しい、ね、これありですよ、あり、うんうん、もっと入れたら、あのね、焼き鳥の甘いタレに近いイメージ、はいはいはい、イメージね、それ好き、僕、ね、あ、ちょっと楽しみです、うん、どんな、もっと甘ったるくて食べれないかなと思ったんよ、そう、意外と食べれましたよ ね、 ね、この市販のこれ、ね、うんうん、ジャムとかこういう系入れても、だから最初の甘みの山一つポッと越えた後スーッと、だから美味しかった、ね、このこんだけの甘さとはまた違うから、うん、リンゴ本来の甘みが来るから、うん、あのあれでも焼き鳥に絡めても絶対うまいと思う、はい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 、今度はそうか、はあ、いろんな鉄板ね、鉄板料理でね、いろいろやってもらったり、うん、またバーベキューブームですからね、うん、外でバーベキューとか始まって、うんうん、持って行って食べてもらうのもありと、うん、来ましたね、鳥もいけるし牛もいけるし、
豚もいけそうな感じですよね。リンゴパープバー、こうなったら名前が難しいですよ。名前ですね。考えましょうか、ちょっとね。だって味噌っと金様、ピリッと金様って来てるのに、まだ O をつけるんですか。 O もつけます。じゃあちょっと書きましょうか。うわー、また来た。お題ちょうだい。まあまあ、ええか。うん、でもこうなるんですよね。まずはこれでしょ、社長。何でしょう。無難なところにいた王、甘口やからね、甘っと金様。焼肉のタレ。王、甘っと金様、焼肉のタレや。ほいで。なるほど、なるほど。ほいで次。甘っとの、やべえ。これ、一番簡単なよ。いや、まあ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 、ですよね。オーソドックスで言ったらね。私、はい、できました。はい、はい、あの、金様の今までの、この人生を、はい、掲げて。なるほど。おう、金様の甘タレ。いや、タレもそうやわ、使えるのは。じゃあね、社長、社長、どうや、違う、どうやって考えて、じゃあ、味噌っと金様、ピリッと金様、甘っと金様や。わかります？僕の言いたいこと。いや、もう、そういうの全部捨てて、金様の甘タレ。もう、おうが残ってたらいいっていう。おう、甘タレでもええって言えんか、なんかね。タレやしね、タレやから。もういいよな、もうふわっとのインファンでもいい。いいと思う。これがもう、社長なんてこういう絶妙なの出すんですか。もうこれしか頭に残れへんもん。いや、金さんも甘ったれですやん。いつも僕のツッコミに。甘ったれ。甘いタレやもんね。綺麗やな。もうかからんでええか、甘っととかでね。いや、なんか超えれるんやったら超えていただいて。うん、超えてください。超えへんって、もう。ね、なんならそうそうそう、この金もひらがなにしてもいいぐらいですよね。もう子供向けでね、全部甘も甘でも、この甘口の甘ってこれですよね。そう、うん、あ、でもこれでも社長どう思います？あ、いいんじゃない、ひらがなでも全部金が読めないパターンありますもんね。子供たちにも、うんうん、こうひらがなにしましょうか。じゃあこの金様の、うん、ほんま甘ったれやもんな。甘いタレやしね。なんかでもパッケージのイメージもちょっとできました。できたんや。みんな仕事早いな。早いね。せっこんでもたわ。もう、おー、金様の甘ったれ。甘ったれ決定です。決定。甘ったれ。このたこ焼きなんでこんなに美味しいんやろ。やっぱり作ってる人の腕が違うやろな。それはな、どれ、ソースと粉が違うね、社長。味の違いはこだわりの素材と秘伝の製法にあり、ソースも粉も泉食品。味に究極はなく、味とともに歩む。金様